ックガバリです。今回は、昨日なんですけど、昨日まさにそうです。あ、違う、スニーカーをホッスルホッスルということでね、はい、今回は、昨日なんですけど、まあ新宿にねちょっと用があって、それで、まあ、新宿の、そうですね、東口を出て、すぐにね ABC マートがあるんですけど、そちらに行ってきた様子をお伝えいたします。まあこんな感じだったんだよ感で見ていただけたらと思います。それではどうぞということでね、はい、新宿のね、東口の ABC マートですね。ここがね、まあ結構まあいいのがあったりすることがある。はい、まあブワーっとね並んでます。はい、最近発売したポジットのね、なんだろう、これニックスカラー風味なんじゃないかな、かの色とか、あとねジョーダンも結構調子良かったっすね。はい、最近発売されたクールグレーとかあったりとかね、あとこのジョーダン12もスニーカーズで完売してたっすけど、売ってたっす、まあ、リストックがね出たみたいで、あと、ジョーダン4のクールグレー、まあ先ほどお伝えしたっすけど、あとねこのジョーダン4ね、かっこいいっすね、この赤のやつ。このなんか、これも最近発売したやつで。で、あと、このジョーダン1もね、ちょっと僕もいつ出たのかわかんないけど、あったっす。あと、ジョーダン1のローも、あ、こんなん発売してたんだってやつもね、ありましたね。1のローってあんまね、こう、なんだろう、まあ、ね、はっきりこう、調べてないから、発売日わかんなかったんですけど、まあ、密かに発売しました。あと、フォース1も結構あって、あの青いやつとか結構かっこいいっすよね、なんか。アメリカのなんかキャラクターの色風味なんじゃないかな、かの色で。これ懐かしい、フォースワン。これね、中3ぐらいの時ヤギが入ってた、この色。9000円ぐらいでね、当時この全く色の一緒のやつがね、あの、靴屋さんに売ってたんですよ。そう。これはその、さっきのやつの数種が紺から赤になったバージョン。これもかっこよかったです。なんか素朴な配色で、ね、素朴感なんじゃないかな、かありますよね。あとね、これ、エアマックス95のミントですね。これもリストックされてて、で大きいサイズあるか聞いてみたんですけど、一応なんか今のところ 28.5 までみたいなこと言ってて、まあ、サイズ飛び飛びだと思うけど、リストックで結構おすすめしてました。あとね、これマックス95のなんかマクドナルドのドナルドのカラーなんじゃないかな、かのやつとか、あとこれ何色だろう、何つうの、これアメリカのなんかなんだろう、スポーンとかわかんないけど、なんかの色に似てる。はい、ということで今回 ABC マートの新宿に行ってきたんですけど、そうですね、やっぱりここもね、結構、なんだろう、ABC マートの中でもちょっといいとこだと思うんですよ。俺もあんま詳しくないけど、まあグレードがいい、まあグランドステージだかわかんないけど、まあ、なんか ABC マートにも一応ランクがあって、それで、まあ店によって、ジョーダンとかエアマックスとか、ちょっと珍しいやつを強めに入れてるところ感があるし、まあ駅前だし、大きいし、まあなので、ここ結構、結構時々っておかしいな。うん、ここね、時々覗いてみても、面白いもんが置いてる風味なんじゃないかもしれない、運転なんじゃないかな。よかったら、ね、新宿の ABC マート、行ってみてもいいのでございます。以上です。どうチャンネル登録よろしくお願いします。そして、今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかな感だったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。以上です。どう